久保さん、今回はアレクサンドロス大王にしましょうか。アレクスサンドロス大王。これ、ゴルディオスの結び目ってやつ、僕好きなんですけど、まあ、あの、昔ね、絶対、結び目がね、これ溶けたらすげえぞみたいな。これなんかすごい伝説になるみたいな。でも、誰もその、今日、あの、すごいこの、ガチガチに、ね、結ばれた結び目をほどけなかったわけですよ。ねこのね、 アレ,クサルアレクサンダルス大王はあの普通だったらね普通の常識だったら結び目そのいなんかその縄が結んでるやつを手でこうこう取るっていうのは常識なわけですよ、ね、アレクサンダル大王はねあのいきなり剣を取ってねバーンって切ってね <laughs> あの俺の人生は俺でつく切り開くものなんだみたいな、ね、運命なんか関係ねえみたいな、ね、そんなの関係ねえみたいな あの剣でね断ち切って <laughs> でその後そのアレクサンドルス・ラダイオーっていうのはあのいろいろな伝説を作ったっていううんこれめっちゃ好きなんですけどだ今までの常識からするとずっとほどけなくてみんながねその常識に縛られて結び目は手でほどくものだとでどうやって手でほどくかみたいな常識に縛られてたわけですよでも,もう一一瞬ですよ一撃 まあ、やろうと思えば誰でもできるんだけど、まあ、アレクサンドロス大王しかそれをやらなかったっていうね <laughs> でもそれができた概念が、うん、あの運命っていうのは自分で作る切り開くものだとで他人に支配されるものでもなければ自分で作っていくものだみたいなね、まあ、そういうその思想哲学考え方があったから、まあ、剣をこうバーンって切れたんでしょうね剣でうんでもこれからの時代ってまさにアレクサンドロス大王 一人一人がアレクサンドロス大王にならないと多分生きていくのが難しいんじゃないかなっていう今までの常識を断ち切って前に進んでいく己の人生を己の運命を自分で切り開いていくっていうのがないと難しいんですよねまあそれはなんだろうなあのまあ高度経済成長の時とかなんかまあな,なんだあの あれじゃないですか。あのー、終身雇用。そう。今、終身雇用ってあんすかね <laughs>。どうすか大企業に入ったらもう100%安泰ですか安泰なんですか ?100% 安泰すかなくないですか大企業に入ってもな何があるか分かんないし。多分ね、ソニーさんがね、iPhone、スマホ事業から撤退するみたいな。ソニー、スマホ事業、撤退。 多分なんか、ニュース出てたんですけど、ソニー、あ、これすみません、2019年か。2019年がソニー赤字スマホ事業にメス、最後の国内最大手の正念場と。これ2019年ですね。 ソニーがもう大赤字や巨大スマホ事業は971億円の巨,大巨額な赤字に沈んだ上巨が赤字額は前年276円から大幅に拡大販売台数は約650万台から約1350万台半減したとスマホ事業ね <laughs> なんかね撤退多分そのうちです さすがにスマホ時代撤退するんじゃないかなどうすかね赤字垂れ流しですよ。うん。多分ソニーの今生き残っていけるのは、多分そのゲームですね。多分、まあ僕も詳しくは知らないですけど、多分プレステ系の、まあプレステ5もだいぶ売れてると思うんですけど、ゲーム事業は利益出てると思うんですけど、うん。なんか、大企業でもね、赤字垂れ流してるわけじゃないですか <laughs> な。何があるかわかんないですよね。 だ僕はあの、去年かおととシャープがマスク売り出したのが、もうもう完全に時代変わってるなぁと思いましたね。誰がシャープがマスク作るっていう、感想って考えられましたマスク作り始めたんですよ、シャープが。で、しかもめちゃ売れるみたいなね。よくわかんないですよね。<laughs> なんか、アクセスありすぎて、一回その、落ちるみたいなね。うん。だからもう本当に時代の転換期変わってるっていうのはもう、うん これを感じれないんだったら多分もう本当に生き残ってるのは難しいのでまああの一人一人がねあのアレクサンダルス大王にならないと自分の運命は自分で切り開くっていう意志を持たなければまあ D の意志ですね <laughs> D の意志を一人一人が持たなければまあ難しいのかなと思いますねいってらっしゃい